鉄器時代のケルトの銀器鉄器時代は、デンマークのクリスチャン・トムセインが提唱した、歴史区分法の一つ。主に利用されていた道具の材料で時代を、石器時代、青銅器時代、鉄器時代と三つに区分する三時代法を採用し、鉄器時代はその中の最後の時代に相当する。鉄器時代の定義としては、青銅を利用した、青銅器の代わりに鉄を利用した鉄器が主要な。 道具として使われていることが条件となっている。この分類法は先ヨーロッパ史を前提にして提唱されている。ヨーロッパ、中東、インド、中国などの地域では時代区分することが可能だが、例えば日本やサハライナンアフリカにおいては青銅器と鉄器が同時に伝わり、石器時代から青銅器時代を飛び越えていきなり鉄器時代に入るため、 全世界的に万能な区分法とは言えない。初期の製鉄は、炉内に木炭と鉱石を相乗に、創入りして、不意語で空気を送って燃焼させ、一酸化炭素が鉄と結合している酸素を奪ってに、酸化炭素となり、金属鉄になる。この化学反応に必要な温度は400から800度ほどで、温度が低ければ、固体のまま還元されて、 酸素を失った穴だらけの海面状の鉄になり、硬いものの上で、灼熱のまま打ち叩いて不純物を絞り出し、鉄原子同士をくっつけ直すことで純粋な鉄に、することができる。これが、鍛えるという操作である。さらに炭に包んで、炭素分を加えて鍛えることで、鋼が生成できる。鉄器の原料となる砂鉄や、鉄鉱石などは、製銅器の原料である。 銅鉱石や鈴鉱石に比べて偏在が少なく、世界の多くの地域において容易に入手が可能なものであった。このため、鉄器製造が可能になると、世界各地でその土地の原料によって製鉄が試みられるようになり、金属機の増産をもたらした。また鉄は、加工が容易な上に強度が強く、武器や農具などの原料として適していたため、 製法が伝わった地域においてはどこも製銅に変わって、鉄を金属機の中心に据えるようになった。ただし製銅も全く使われなくなったわけではなく、製銅機は、採器や装飾品などに使用されるようになっていった。鉄の農具や武器が量産されるようになると、農作物などの生産量が増大して、富の蓄積が一層進み、また、 各地の王がより強力な軍事力を保持するようになっていった。やがて蓄積された富と武力は周辺地域の統合へと向かい、オリエントにおいては初の統一帝国であるアケメネスアサ、ペルシア帝国が成立し、インドにおいても16大国などの王朝軍が成立した後そのうちの一つであるマガダ国が強大化してマウリア朝によって統一され、 中国においても、春秋戦国時代を経て、新王朝による中国統一が成し遂げられ、それに続く、漢王朝によって、中国の統一状態が固定化されるなど、各地で強大な統一王朝が成立するようになった。また、これら先進地帯においては、社会の複雑化が進んだため、思想体系の確立も進み、哲学史的に、数軸時代と呼ばれる、 紀元前500年頃の世界同時の思想的一大変動が起きることとなった。このほか、青銅器時代においては国家を形成していなかったヨーロッパや中央アジアのステップ地帯、サハライナン、アフリカや日本などにおいても、鉄器の普及による富の増大と偏在は、権力の集中を促し、国家が成立していくようになった。鉄の利用は、鉄器時代の開幕よりも、 はるかに古く、紀元前3000年頃にはすでにメソポタミアで鉄は知られていた。ただし最も初期には、融点が高いために鉄鉱石から鉄を精錬することはできず、もっぱら陰鉄を鉄の材料としていた。その後、エジプトなどでも出土例が見られるが、精錬の難しさや陰鉄の希少性などから利用は多くなく、武器や農具としての利用は正当を主としていた。 最初の鉄器文化は、紀元前15世紀頃に現れたヒッタイトとされている。ヒッタイトの存在したアナトリア高原においては、鉄鉱石からの製鉄標が、すでに開発されていたが、ヒッタイトは、紀元前1400年頃に炭を使って、鉄を鍛造することによって、鋼を開発し、鉄を主力とした、最初の文化を作り上げた。ヒッタイトは、 その高度な製鉄技術を強力な武器にし、オリエントの強国としてエジプトなどと対峙する大国となった。その鉄の製法は国家機密として厳重に秘匿されており、周辺民族に伝わることがなかった。しかし、前1200年のカタストロフが起き、ヒッタイトが紀元前1190年頃に海の民の襲撃により滅亡するとその製鉄の秘密は、 周辺民族に知れ渡ることになり、エジプトメソポタミア地方で、鉄器時代が始まることになる。カタストロフによって、オリエントの主要勢力はほぼ滅亡するが、その後勃興した、あるいは生き残った諸国はすべて鉄器製造技術を備えていた。同様のことは、英外海地方においても起きた。紀元前1200年頃に、ギリシアの北方から、 製鉄技術を持つドーリア人が侵入し、ミケーネ文明の諸都市や、その構成員であったアイオリス人やヨニア人を駆逐しながら、ギリシアへと定住した。この時代は文字による資料が失われていることから、暗黒時代と呼ばれるが、一方でアイオリス人やヨニア人を含む、全ギリシアに、鉄器製造技術が伝播したのもこの時代のことである。 東アフリカと南アフリカにおける初期鉄器時代の時期一旦拡散が開始されると製鉄技術はかなりの速度で旧大陸の各地に伝播していったアフリカにおいては紀元前5世紀頃にはナイジェリア中央部のジョス高原にノク文化が成立したがこの文化は溶鉱炉による鉄の精錬を行っていたまた同時期スーダンのメロエにおいても 大量の製鉄が行われていた。このアフリカへの製鉄の電波ルートとしては、メロエからアフリカ全土へと製鉄法が伝えられたという説と、メロエと西アフリカに同時期に別ルートで製鉄法が伝えられ、それが電波していったとの説、それに西アフリカで独自に製鉄法が開発されたとの説がある。かつては第一の説が有力であったが、 西アフリカにおける製鉄開始の年代がかなり古いと考えられることやメロエと西アフリカの製鉄法が全く異なることから現在では有利季節とは言えない。また、サハライナンアフリカにおいては製銅器は鉄器と共に拡散しており、単独の製銅器時代がなく、石器時代から直接鉄器時代に移行したのも特色である。また、 紀元前1500年頃から急速な移動と拡大を続けていたバントゥー系民族にも鉄器製造技術は重要され紀元前3世紀頃にはビクトリア湖畔に達したこの地域はバントゥー系民族の第二次拡散の中心地でありここから東アフリカや中部アフリカ南部アフリカへと鉄器文明は急速に拡大したヨーロッパにおいては 地中海沿岸のイタリア半島中部には、紀元前1100年頃から、ビラノーバ文化が栄え、紀元前750年頃からこの文化が都市を形成して、エトルリアの初都市が成立した。中央ヨーロッパにおいては、青銅器文明後期の段階にあった、ハルシュタット文化が、紀元前800年頃に敵基を受け入れ、紀元前450年頃からは変わって、ラ。 丁ヌ文化が栄えるようになった。インドにおいての鉄器時代は古く、紀元前1200年頃には開始されたと考えられている。ウクライナから中央アジアの草原地帯においては、紀元前800年頃からスキタイが勢力を持つようになるが、スキタイは鉄器技術を持っていた。中国においては、インダイの遺跡において、すでに鉄器が発見されているものの、 これはシュメールなどと同じくそれほど利用されていたわけではなく、主に使用されていたのはあくまでも制銅器であった。本格的に製鉄が開始されたのは、春秋時代中期にあたる、紀元前600年頃であり、戦国時代には広く普及した。鉄器の普及は、農具などの日用品から広がり、武器は、戦国時代まで耐久性のある制銅器が使われ、続けた。 例えば、旗は、高度に精錬された青道剣を使っている。一方の東アジア北部では中国よりも早くに、鉄器が伝わり、宴会集では、紀元前1000年頃に、鉄器時代を迎えている。日本は、弥生時代に、製銅器と鉄器がほぼ同時に流入しており、儀式などによればその材料や器具はもっぱら輸入に、頼っており、日本で純粋に、砂鉄。 鉄鉱石から鉄器を製造できるようになったのは、たたら製鉄の原型となる製鉄技術が朝鮮半島から伝来し、確立した6世紀の古墳時代に入ってからである。製鉄遺跡は中国地方を中心に北九州から近畿地方にかけて存在する。7世紀以降は関東地方から東北地方にまで普及する。日本においては、 鉄器と製銅器がほぼ同時に伝来したため、耐久性や鋭利さに劣る、製銅器は再起としての利用が主となり、鉄器はもっぱら農具や武器といった実用の道具に使用されることとなった。鉄器は旧大陸のオリエント地域で出現し、そこから世界各地へと伝播していったため、この地域と接触のない文化においては、鉄器製造技術は伝播せず、 鉄器時代を迎えることはなかった。代表的な無鉄器文明としては、新大陸のすべての文明が挙げられる。アステカ帝国やマヤ文明に代表される、メソアメリカ文明も、インカ帝国に代表される、アンデス文明も、制銅器の利用すら装飾品としての利用にとどまり、金属加工レベルとしては、金石併洋時代にとどまっていて、製鉄技術を開発することはなかった。 南北アメリカ大陸に鉄器が到達するのは15世紀末のヨーロッパ人のアメリカ発見を待たねばならず、その後も両文明は滅亡まで鉄器製造技術を手に入れることはなかった。鉄器を装備したスペイン人の一帯によって両文明が滅ぼされた後、やってきたヨーロッパからの植民者たちによって初めて新大陸に鉄器は普及することとなった。また、 太平洋に広がったポリネシア人の文明も、小島諸群という地域特性上、鉄鉱石の鉱脈がほぼ存在しなかったために金属を手に入れることができず、ヨーロッパ人との接触まで新石器時代の技術レベルにとどまった。ありがとうございます。